ははいどうもこんにちはあの今緊急で動画回してるんですけれど今ねここ高須国に行く大阪院なんですけれど今日大阪で診療の日なので診療してある程度終わってで動画回してるんですけれどあの昨日のね夜ね本当にねありえないことが起きたんですよだからねこれもう急いで動画回さないといけないなーって思って回してるんですけれどあの 今日はね大阪で診療なんだけど昨日は名古屋の高須クリニックで診療だったんですね。でいつも大阪で診療の日はあの名古屋で診療した後そのまま新幹線に乗って大阪行ってで大阪のホテルまあここのクリニックのね近くのホテルに宿泊してまあ、前乗りしてで次の日の朝はそのままピュッとね、えー、クリニックにね。 出勤すするるようにしてるんですけれどでまあ昨日はね夜の9時ぐらいにホテルに着いてでお風呂入ってまあほとんどねもう寝るだけなんですけど夜遅く着いて寝るだけなんですけどでお風呂上がってでまあ今暑いじゃないですかムシムシするしなのでまあホテルでね一人なんでいつも お風呂上がった後しばらくねクーラー効かしてちょっと全裸であのベッドの上で全裸であのなんだ報道ステーション」だったかな「ニュースウォッチ9」だったか忘れちゃったけど、まあ、ニュース見ながら全裸でちょっと涼んでたんですよね。そうしたらね夜の10時ぐらいだったかなその時は突然ねドアのホテルの部屋のね入り口のドアがねガチャ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 って音がするんですよね。 多分おそらく誰かが間違えて部屋間違えてガチャガチャってやってて開かねえなってやってんのかなって思ったんですよ。で,でちょっと様子見てたらガチャガチャガチャってガーってドア開いて男が入ってきたんですよ部屋に僕全裸で部屋にいるのに。もうマジでこれありえねえって思って僕誰かに命を狙われてると思ってその。 自分を殺しに来たと思ってで僕を焦ってね「こらー!」って「おら!」って「わーい!」って言ってうわあってその男の方に向かっていって全裸でねで向かっていってそしたらその男もねわーってね引いてで急いでドアガチャンって引っでめてであのチェーンのロックもしてで,でその穴あるじゃないですかのぞく穴そっから覗いたらその男ね まあ30代ぐらいの男だったと思うんだけどまあ、スーツ姿ででなんか鍵さキーあのカードのキーなんだけどそのカードをチェックしながらおかしいなおかしいなってやってるんで、まあ、おそらくその男の人は部屋を間違えて入ってきたんだろうなって僕思ったんですよ。だかららおそらく僕が 自分の部屋に入る時に、まあ、普通だったらドアね自然にガチャンって閉まってそうすると自然にドアかかるじゃないですかだけど僕がドア閉める時に完全に多分閉まってなかったんだろうなと思って,開いてでちょっと開いてる状態ででたまたま部屋を間違えた人部屋番号を間違えた人が間違えて入ってきちゃったんかなって、まあ、僕はその時思ったんですよねうん。 自分のね命を狙うね殺し屋に狙われてると思って普段生活してるんで普段からねもうそういう準備できてるんですよ突然部屋にね男が侵入してきてナイフで刺されるとか銃で撃たれるとかそこまで僕想定して普段生きてるんでまあまあまあ殺し屋じゃなくてよかったなって思ったんですけれどでまあ念のためにその電話しようと思ったんですよホテルのフロントに。ああのの万が一ね、あのー ホテルのキーをさ、僕の部屋のキーをあの間違えて他のお客さんに発行し合って入ってくるっていうこともさなくはないから念のためにこういうことがありましたけど大丈夫ですかっていうふうにフロントに電話したんですよねって持ち物をしててで「フロントです」って言って「あすいません今ね突然僕の部屋に間違って人が入ってきたんですけど」ってで話そうとしたらそしたらフロントの人はね あのたった今ですねあの高須さんのお部屋にあの高須様のお部屋にお電話差し上げようと思ったところなんですけど、えー、もう全部正直にお話ししますと私どものミスで間違えて高須様のお部屋の,あのカートキーをですね他の あの「お客様に発行してしまったんです大変申し訳ございません」って言ってまさかのことが起きたんだよねででそのフロントの、ね、人がねあの「もし私たちで、ね、できることがあればねあのさせていただきますのでお申,し付けお申し付けください」って言ってで「もしよければあの高さもご不安でしょうからもうこのようなことがないようにそのお客様にはねあの 通常のカードをお渡ししたんですけど「下高様はご不安でしたらあのすぐお部屋をお取り替えいたしますが」とか言うんだけどまあ別にその解決してるんだったらいいかと思って「いや別にいいですよ」とか言ってまあ,あのその時はね「あの気を付けてくださいね」って言ってまあこれ 僕だからあの全然大丈夫なんですけどあの他のお客さんだったらねあの激怒することもあるしあの大変なことなんでね人によってはこのトラウマになっちゃうこともあるんでね気をつけてくださいねって言ってねあの電話切ったんですよ。でえ次の日のね朝、まあ、今日の朝なんですけど、まあ、朝ごはんを食べに下降りてフロントの前通ったら。 あのいつもねフロントにいるねあのかわいい可愛い,い女の子がいるんですよあの30歳ぐらいなのかなあの結構ちょっと,ちょっと偉い偉い方なんだと思うけどその女性がですね僕の方に来てね「昨日は本当に高さん、ま、大変申し訳ございません」って言ってあの私のミスであの間違えて。 高様のお部屋のカードキーを他のお客様に発行してしまいました「本当に申し訳ございません」ってもうすげえ申し訳なさそうに謝ってくるんですよそのちょっと可愛い系のちょっと幼い系のちょっとロリ系のね女の子が謝ってきたんで「ああいいよいいよ大丈夫大丈夫あの僕大丈夫だから」って言って。でその時に あのもしよろしければこちらって私の友のホテルのアロマなのでこれよかったら高さ様どうぞってあの申し訳ございませんって言ってであのアロマをいただきました、はい、アロマあの正直そんなに僕もらって嬉しくないんだけど、まあ、せっかくなんでもらってちょっと家に持って帰ろうかなって思うんですけどまあ,あのそういうことがあったっていうだけなんですけどこれ、ね、マジでビビりましたねこれ。これ今回ね本当僕だから 良かったと思うんですよ僕あの全然平気なんであの一応あの自称鋼メンタルであの常に僕ねいろんな人間から命狙われてるって思って生きてるんですよある日突然その襲われるとかねそういうのを想定して生きてるんでそのために普段からね体鍛えてるんで全然平気なんですよそういうことだから僕今回はあの殺し屋じゃなくて良かった ただ単にね部屋間違えてきたあのお兄さんでよかったって思ってて、まあ、そのお兄さんも相当ビビってると思いますけどねだって普通にフロントで渡された、ね、部屋のキーもう言われた通りのねその番号のとこ入ったら突然全裸の男が「コら!」ってちょって向かってきたらねもうマジでビビったと思うんであのそのねお客さんは全く悪くないのでもしねビビってたらあの「申し訳ございませんあれはあの僕なんであの許してください」。 僕だったから全裸でいてもあの裸をね極部まで見られちゃったんですけど僕だから全然平気なんだけどこれがもし女性だったらマジでやばいのでホテルの皆さんね本当に気ぃつけてくださいねこれ。もし女性がお風呂上がりにね一人で全裸で部屋で待ってて涼んでて一人でだよ。でそこに突然、ね、男がね ガチャガチャってガーッて入ってきて裸見られたらこれマジでこれトラウマになるし PTSD ですよ、うん、こんなあの大変な辛いことはないので本当に幸いに僕で良かったと思いますよ間違えられたのはマジで、うん、で,もでもね、あのー、これマジでヤバいんでねあのホテルの皆さんはね あのどこのホテルかとはね僕あの公表しませんのであの晒してねあの晒し物にしてとかそういうことまでしてないので、まあ、どこのホテルか特定してやろうとかねあの視聴者の皆さんねそういうこと考えないでくださいねはいあの普段からねあの僕が泊まっててお世話になってるホテルでねあの昔はそのそのホテルの部屋でね一回コップ割っちゃったことあるんですよコップ割っちゃってで自分でちょっと片付けてちょっと。 置いといてで次の日の朝「ごめんなさいコップ割っちゃったんですよ」って言ったら「あお怪我はありませんでしたか」って言ってあの心配してくれて許してくれたんであの弁償をしろとも言われなかったんでその借りもあったし、はい、あの全然僕は怒ってないんですけどまあとにかくこれ僕だったから良かったんだけどねあの他のお客さんだったらとんでもないことになってたと思いますんでねなんか昔ねあの僕の後輩のね 女性あの医局の後輩の,あの年下の女性がいたんですよ女性のお医者さんですごい気が強い子だったんだけどその子はね昔ね彼氏と一緒にハワイに旅行して4泊ぐらいあのしたのかな、まあ、そこそこ高級なホテルに彼氏と一緒に泊まってたんだけどその子が一人で部屋で寝てた時に突然ホテルの従業員が鍵開けて中に入ってきたって ことがあっったんだってそれでキャーってなって怒ってでその子フロントにマジで怒って「こんなのありえない!」「トラウマになった!」って「どうしてくれるんだ!」って「ホテル代タダにしろ!」って言って激怒して「タダはできません!」って言って、まあ、それ英語でこう交渉したと思うんだけど、まあ、結局半額にしたっていうまあ 4, 4泊5日ぐらいの,ホテあの高級ホテルのねあのホテル代をそれで半額にしたっていう。 こともあったんでそれを思い出したんだけど、まあ、僕はもうその半額にしようとかただにしようとかねもうそこまでね言う記録ありませんし、あのー、結構心広い方なのであの僕はね許しましたはいということなんであのー、まあ、ただそういうことがあったってことであのー、これねあのー、ホテル晒してやろうとかそういう気は全くないんだけど、まあ、せっかくこういうことがあったんでねあのー ネタにしたい,したいなと思ってね、あの動画をね、緊急で、えー、回させていただきました。ということで、以上です。ご視聴ありがとうございました。